アントニヌスピウス記念柱の基段右下の敵から没収した武器の上に座っているのがローマローマは古代ローマの女神でローマという都市、ひいては国家を人格化した神であるアントニヌスピウス記念柱の基段に描かれている紀元前280年から276年と紀元前265年から242年の ローマの効果に描かれたヘルメットを被った女神は、ローマだとされることもあるが、完全に特定されたわけではない。古代ローマの初期の効果には、アマゾーンのような女性投資が描かれたものもあり、ローマではないかと言われているが、女神というよりもゲニウスのようなものと解釈される。エンニウスは、祖国、ローマをローマに擬人化し、キケロは彼女を、ローマ国家だとしたが、どちらも、 女神ローマだとは言っていない。ローマ神話の中で、ローマという名前からその家系が考案され、最終的にギリシアの女神とされた。初期の女神ローマへの信仰は、紀元前195年のスミルナで確立した。これはおそらく、ローマとの同盟によって、アンティオコス3世と対抗できたことに起因する。メラーは、この信仰をギリシアや、 東方の君主制の伝統とローマ共和制の慣習を結びつけるための宗教と政治を絡めた外交政策の形態ではないかとしている。ローマ国家を神聖なものとして人格化することで、その感触や共和国や都市が神聖で永遠のものであると認めさせたのである。アテナイやロドス島は共和制の都市国家だったため、デモズを人格化した伝統的信仰があり、女神、 ローマを受け入れやすかった。紀元前189年、デルポイとリュキアでは、女神ローマの祭りが行われた。運動競技やヘレニズム文化全般の神聖な、スポンサーとして、女神ローマはすんなりと受け入れられ、祭りもよく行われるようになった。紀元前133年、アッタロス三世は、ペルガモンの人々と領土を、女神ローマに移動した。 これにより、アジア属州ができ、そこでも女神ローマへの信仰が急速に広まった。ヘレニズムにおける宗教では、オガミには、男性の神官女神には、女性の神官が使えたが、女神ローマの神官は男性だった。これはおそらく、ローマの軍事力の力強さを認識していたためと思われる。女神ローマの神職は、他の神々の神職の中でも、 行為とされた。アマゾーンが起源と思われる女神ローマだが、ギリシアの硬貨に描かれるローマは、ギリシアの女神のような城壁感やフリギア風のヘルメットをかぶっている。時には何もかぶっていない場合もある。その後ローマは、ゼウスやフィデースと結びつけられるようになった。東方におけるローマ信仰は、ローマへの忠誠とローマによる庇護を求めるものだった。ローマ国家への敬意以外に、 女神、ローマを信仰する理由は全くない。メリのオブレスボスのものとされる女神、ローマを称える殺法死体の死が残っている。共和制ローマ本体とギリシアより西の領域では女神ローマへの信仰はほとんど見られない。女神ローマの神殿の遺跡は地中海東部でも少ない。祭壇が4つ残っており、1体の意図的に切断された像が見つかっている。 ローマユリウスカエサルは暗殺によって神格化され、ローマ及び東方植民地の守護神として信仰された。カエサルの後継者アウグストゥスは内戦を終結させ、プリンケプスとなった。そして、紀元前30年頃、アジア属州やブリタニアからはアウグストゥスを生きながら守護神として祀ることの許可を求める声が届いた。共和制ローマでは、 ヘレニズム的な君主制を軽蔑していたが、あからさまな拒絶は、地方民と同盟国を怒らせる可能性があった。そこで、ヒローマ人は、女神ローマと共になら、アウグストゥスを守護神として信仰してもよいという注意、深い見解が示された。このための神殿が2箇所で絵をいされた。すなわち女神ローマは最初期の皇帝崇拝の形態に吸収された。 あるいは東方からの観点では、伝統ある女神ローマ信仰の上に、アウグストゥス信仰が接ぎ木するように生じた。それ以降女神ローマは、皇帝やその配偶者の神聖性を引き立てる役を担うことになったが、ギリシアの硬家の図案には、女神、ローマを中央に配し皇帝などを従者のように配したものもある。皇帝崇拝は、東方の独創性に対する、 実用的かつ巧妙な反応として生じた。伝統的宗教の要素を色直しして、共和制政府と混合し、元首の下での帝国の一体感を示す斬新な枠組みを生み出し、成功を収めた。西方のガリア、ゲルマン、ケルトには、君主崇拝の伝統もローマ的な管理体制もなかった。ルグドゥヌムには、皇帝崇拝のセンターができ、 ローマをモデルとした州あるいは自治体単位の議会が導入され、地元の上流階級の人々は、皇帝崇拝の神職の選挙を通して、市民権の利点を享受した。その祭壇は、女神ローマとアウグストゥスのものだった。その後、女神ローマは、西方でも、貨幣や金石文によく登場するようになった。女神ローマに言及する文献は少ないが、 それは無視されたからではなくあまりにも一般化したためではないかと推測される。初期のアウグストゥスの時代、女神ローマは生きた皇帝の配偶者の上で、称えられたと見られる。アフリカ属州では、女神ローマとアウグストゥスの神殿がレプティス・マグナとマクターにあった。イタリア半島では6カ所の神殿が見つかっている。ラティウムには二つあり、そのうち一つは、個人が建てたものである。 ティベリウスの時代には、オスティアに、女神ローマとアウグストゥスの大きな神殿があった。ローマ市内での初期の女神ローマへの信仰は、ハドリアヌスが建設したウェヌスとローマ神殿で、ウェヌスへの信仰と組み合わせたものだった。これは、当時市内最大の神殿で、パリリアという祭りを形を変えて復活させる意図だったが、その祭りは、 女神のローマの東方での祭りに習って、ロマヤと呼ばれるようになった。この神殿にはヘレニズム風の女神ローマの座像があり、その右手には、ローマの永遠性を象徴したパラディウムがあった。ローマでは、これは斬新な具現化だった。ギリシアで、ローマを、威厳のある女神として解釈したことで、軍事支配の象徴だったものが、帝国の非語と、厳粛さの象徴へと変わっていった。 女神ローマは、地位は不確かなものである。クロディウス・アルビヌスが、セプティミウス・セウェルスに、ルグドゥヌムで敗北すると、ルグドゥヌムの神殿から、女神ローマ信仰が排除された。ローマとアウグストゥスは、新たな抑圧された、皇帝崇拝の対象となった。フィッシュウィックはこのルグドゥヌムにおける儀礼の変化を、奴隷による、課長崇拝に類したものと解釈した。このような時期が、 どのくらい続いたのかは不明だが、これは他に見られない独自の発展だった。その後のさらに混乱した時代でも、例えばプロブスはトミナーテスの冠を被った姿を高果に描かせているが、理面はウェヌスとローマの神殿を描いている。プロブスの肖像が先生君主の主権を示すのに対して、女神ローマはその主権が、 あくまでも、ローマの伝統と帝国の統一に裏打ちされたものであることを示している。ありがとうございます。